はい、どうも皆さんこんにちは、ひよのすけです。では早速本日7月10日ですね、今日の挑戦行ってみたいと思います。ではまずはですね、一覧からご覧いただきましょう。こちらです、ドン。はい、ではこちらがね、今日の挑戦の一覧になります。はい、今日ご紹介するのはですね、まず柔らかい魚肉の風味付け、こちらをご紹介します。で、今日はですね、この柔らかい魚肉、こちらをですね、腐り皮かますから取っていこうと思います。そして、風味付け用の、スパイスとしてですね、ワイルドミント、こちらを使おうと思っております。そして最後にですね、この巨生牛の皮が剥げるスポット、こちらを一緒にご紹介しようと思います。で、ズバリ今日はですね、すべて近場で揃ってしまいますので、紹介したいと思います。こちらです。はい、ドン。はい、ご覧の通りですね、今日はですね、全部ローズの均衡で収まってしまいます。はい、ね、腐りカワカマスもね、釣ってですね、もうすぐ近くに巨生牛がいて、で、まあワイルドミントもちょっと遠くなるんですけども、若干離れるんですけども、まあその間に焚き火もあるということでね、非常に調理もしやすいかと思いますので、まあ今日はね、まあこのローズの周りで決まりかなと思います。はい、ではですね、早速腐りカワカマスから行ってみたいと思います。どうぞ。はい、では早速ね、腐りカワカマス釣っていきたいと思います。で、今回餌の方なんですけども、餌はですね、こう湖長山も結構多いので、ルアーを使ってしまうとね、結構釣りづらくなってしまいますので、あえてトウモロコシを採用しております。はい、トウモロコシを使うとですね、結構ね、すんなり釣れちゃいます。こんな感じで、はい、あとはもうね、このままバーッと引っ張ってもらって本当に簡単に釣れますのでね、まあこんな感じでもうちらっと釣っちゃってください。はい、で、釣れたものをですね、バッグに入れて、で、そこでさばいていただくとね、柔らかい魚肉ね、取れますのでね、もうここはサクッともう釣っちゃってね、すぐクリアしてください。では次ですね、巨生牛の皮行ってみたいと思います。どうぞ。はい、では続いてね、巨生牛の方行きたいと思います。で、基本的に巨生牛はですね、夜にしか出ません。はい、日中はですね、牧場に行っても牛いませんので、夜にね、来るようにしてくださいね。で、巨生牛の方はですね、巨生牛かな、わかんないけども、個体数が非常に少ないですね。牛はいっぱいいるんですけども、結構この巨生された牛っていうのは少ないので、ね、今みたいにこう1頭しかいない場合はですね、まあすぐに入りいただきまして、もうすぐセッションを変えてください。そうすると再度ね、同じ場所にね、スポーンしておりますのでね、そこでまたもう1匹狩るようにしていただいて、まあ数をね、稼ぐようにしてください。はい、まあ以上でね、こちら巨生牛の皮の方は終わりになります。では次ですね、ワイルドミントの方行ってみましょう。どうぞ。はい、で最後はですね、ワイルドミントで締めたいと思います。で、結構このスポットの周りですね、オートオートとかガマは結構あるんですけども、ワイルドミントはですね、どっちかっていうとほとりよりも少しね、湖から離れた場所ね、池から離れた場所にありますので、結構見分けやすいかなと思います。はい、まあ一応このね、動画を参考にしてもらってね、見ていただくと分かると思います。で、大体ここにね、3本ぐらい生えておりますので、はい、で、これを取っていただいて、先ほどね、釣った、腐りカワカマスをさばいて取った、柔らかい牛肉ですね、こちらに、さっき紹介した焚き火でね、風味付けをしてあげると達成になりますのでね、今日は全部ね、ローズの周りでもうまるっと解決できますので、お試しください。はい、はい、ということでですね、7月10日本日のね、今日の挑戦こちらで以上になります。で、特に今週はですね、支援物資の獲得条件として、この今日の挑戦のですね、達成項目数が10個というね、条件がついておりますのでね、今日もですね、皆さん、ローズの周りでサクッとね、今日の挑戦こなしていただきましてね、ゴールド、そしてお金受け取ってください。はい、ではまた明日ね、今日の挑戦の紹介でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。See you!